今回はオビトというほかげになった自分を想像しちゃうおじさんについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。カカシの親友で家族を失ったナルトとサスケの理解者来たな。わかるってばよ、してもらえなかった人。ほかげのコスプレ。はい、説教。ほかげの想像しただけで説教される男。そんな、ちょっとナルトの父親が死んでナルトの人生をゴミにしたり、水の国をめちゃくちゃにして大勢の人生をゴミにしただけなのに。だけ？お前ふざけんなよ、された妄想。そやナルトも怒る。妄想でも仏教面。傲慢。妄想でしか語れない虚しいほかげ。妄想でほかげになった自分想像してたけど、ちょっと難しくないかな。こいつが闇落ちしてない世界は多分同じようにはうちは滅んでないと思う。まだらに拾われたあたりからの続きだったり、微妙に凝った設定にしてんじゃねえ。自分の父親侮辱するためにほかげを諦められたとかほざいたくせに、こんな妄想を夢に見るとか、そやナルトも切れるよ。凛の死を乗り越えるって妄想なのが一層きつい。今さらこんな妄想してんじゃねえよが本当にその通りすぎる。港のことを意図的に考えないようにしてるのもあれ。まあ凛の死を乗り越えてもまだらの支柱にあるから、闇落ちするまでストレス負荷かけられるだけなんだけどな。凛の死でまだ落ちないなら次はカカシだっただろうな。それでダメなら自分のせいで里が吹っ飛ぶとか、まだらならそんくらいのセッティングはする。カムイの能力が強すぎるから、うまくいけばほかげも夢じゃないかも、うまくいくはずもないんだけど。はぁ、後悔なんかしてないんですけど。何も不幸なことがなかった無傷の場合とかじゃなくて、現在のシワシワの状態で妄想してるのがきつい。実際にあり得たからこそ惨めになる妄想だと思う。ナルトに例えると、サスケがサクラちゃんを殺す羽目になって、ジライアがマダラ主人公になり損ねた男主人公、補正ない主人公。ぶっちゃけマダラに目をつけられた時点で闇落ちを味わいしかないから、オビトは泣いていいよ。自殺はマダラの受印札で禁止されてるよ。じゃあ何ですか、闇落ちするまで嫌がらせするとでも言いたいんですか。もしうまくこの葉の里に戻ってこれてれば、なんとかできる忍者もいたかもしれない。ダメだったかもしれない。逃げた時点でもうその結果はわからない。なんか妥協した感があるのが辛い。お前あんなに港先生に対してほかげになんてならなくてよかったわしてたよな。俺に気づいてくれねえし、ほかげのあんたがそんなんだから、おかげでほかげを諦められた。気づいてほしくて接したのに分かってくれなかったもんな。ナルトもナルトでイルカ先生とかサスケ、ジライアとかヒナタとかいなかったらヤバかったよね。オビトには全てだった、リンがいなくなってマダラがいたわけだけど。イルカ先生枠が殺しに来たが、あらはなかなかにヤバかったと思う。もう絶対叶わないから妄想してるだけだし、そういう経験ない？やめろ。わかるってばよ。普通はこいつくらいあまたの人生を踏みにじってめちゃくちゃにした経験はないから、普通の人がやるそれと同じで語れないんじゃないかな。リンちゃんさんが初恋の人以上にママでもあったからな。リンぐらいしか認めてくれる人がいなかったわけだし。何もかもから逃げようしやがってが、あまりにも正面からぶっ刺してる。でも無限つくよみの世界はみんな幸せだから。何もかもから逃げようとしやがって。いやー、この白寿司の時にオロチマルに対してホカゲ様とカカシ先生のタッグで挑むのは熱かったね。わかるってばよ、対象以上に似てるからこそ諦めた諦めてないのが許せない。先生が気づいてくれないからなみたいな攻撃で港にショックを与えることには成功する。リンのずっと見てたよってのがこのおじさんの幻かどうかは意見が分かれそう。本当に見てたらどんな気持ちだったろうか。この妄想はかろうじてカカシ先生には見られてないから。本当にそう思ってんのか。子供の頃の自分のセリフを過去の自分と似てる主人公に言い返されるのいいよね。岸本先生自ら漫画家になれなかった自分がモデルだって言ってたな。間違っていることを内心理解しつつも、あははもう終わりだ終わりだってメンタルで間違ったことを続けるおじさん、お前もこっち来いよってナルトを巻き込もうとするのもわかる。何から何まで未練たらたらすぎる。その未練のおかげで十尾の制御ができたけど、その未練のせいでかまぼこの剣になった。倍近く人生経験に差があるのに初手でレスバ敗北してない。おじさんの時間は子供時代で止まってるから、そこからはオビトじゃなくてマダラとして生きてきたわけだし。リンが死んでから人生経験積んでなさそうだし、下手したら精神年齢年下なんじゃ。このおじさん闇落ちしても仲間を大切にするところはどこか面影あったよね。感謝もしてるし、逆に裏切りも許さないけど。妄想を全忍者に放映されたのいいよね。もっと恥ずかしい目に遭いやがれ。ひょうひょうとした仮面のキャラが実は主人公と深い因縁がある組織の黒幕で、その正体は闇落ちしたかつての先生の友でしたって。そりゃわかってんだよ、属性も相まって人気出るわ。わかってんだよ属性ってなんだよ。最終的にマダラに利用される運命にあったとはいえ、本人の意思次第ではこの葉に一時的にでも戻れただろうからな。若い段階からずっと目をそらしてるから、そこを疲れたらもうおしまいよ。現実を受け入れない嫌なものはすり抜ける、引きこもるかもいいよね。
目の前の困難を次元ごと切り開くカカシ先生の噛むやつ。このおじさん正体が分かった上で見返すと行動や言動がいちいち面白すぎるんだよ。お前何港の前でフード外してんだよ。ここの行動無意味すぎるんだよね。地味にカムイが大津月と同種の能力みたいで先祖返りしてたんじゃないかと考察されてるおじさん。今読み返すと本当にナルトにちょっかい出したくてしょうがなかったんだろうなって話でもどうだってのが本心からだったなんて。うちはは元の人格はいいやつばっかな気はする。情が深すぎるのだ。愛が深いから悲しみで脳が破壊されて発症する。戦いの最中にめっちゃ話に付き合ってくれる漫画のお約束もない上知ったらちょっとこう。忍びなんてものは俺がぶっ潰してやるって少年時代から言ってるのいいよね。まあちゃんと伏線は張ってあったしな。ナルトも割と似たようなことザブザあたりで言ってるのいいよね。こんな明らかにいい奴があんなひどいことするわけないだろ。昔のオビトを知ってるカカシやミナトほどまず絶対にオビトだと気づけないのいいよね。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだってナルトの根幹になってるセリフを言った奴が大ボスとして立ちはだかるのはなかなか皮肉めいてたよね。オビトもマダラもサスケもこじらせる前は全員いいやつなのが悲しい。俺のやっていることはホカゲと変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。っていう本心じゃないの見え見えない言い訳いいよね。十尾の人中力になって気持ちの悪い鱗を生やしてた時期が一番輝いていたな。忍術無効最強玉最強の剣運これは史上最強のラスボス。最強の剣を最弱の剣にしてしまうメンタルの弱さ。ほんと笑うゲームでカカシと和解して一緒に立ち向かうとちゃんと折れない最強の剣になるのがさらに笑いを加速させる。わかってんだよおじさん未練たらたらだけどわかってんだよおじさんをわかってんだよできるから辛いってばよ。闇落ちしたナルトって言われるくらいだしなオビト。任務中の怪我で現地療養して頑張ってリハビリして帰ってきたらイルカ先生が一楽のおっちゃん殺害してる現場に出くわしたナルト。三代目イルカ、キュービの耐久実験をするぞ。シチュエーションが意味不明すぎるってばよ。あるある、自分がすごい力や地位を手に入れて周りからキャーキャー主に女性言われてニヤニヤする妄想わかるってばよ。はい無限つくよみ。うちはは振れ幅がでかすぎする善人であればあるほど闇落ちした時に強くて悪人になる忍びの里に向いてなさすぎる人材だろ。暗部がヤバい仕事を担当するから表沙汰にできない闇落ちまっしぐら案件をスルーできて平均的に実力が高くないと務まらないおかげで一般民衆から尊敬を維持できる里の警備隊に一族ごと就職させた卑劣様の慧眼が光る。目を奪われると里の損失になるし一族が死ぬと連鎖的に闇落ちしかねないしあんまり外に出てほしい一族じゃないからね。警備隊って実力が高くないとこなせない代わりに死ぬ確率は低いし役職としては普通に里でも上だから断層が悪いよ。やっぱりまだら自分の一族にすら余計なことしかしてないんだな。マジでうちは一族のガン。つってもオビトもサスケもうちはじゃなくても闇落ちするわってくらい地獄だからな。あの無限つくよみカカシと一緒にリンの墓参りから始まってておもうってなるわかってんじゃねえか。リンが死ななかった最高のイフじゃなくてリンの死を乗り越えてこの葉に帰ってたらこんな未来があったかもしれないなのが未練たらたらすぎて最高だと思う。リンの死だけはどうしてもごまかすことができないんやね。リンの剣はもうどこをどうやっても間に合わないからあの後にマダラのとこに戻らずにカカシと合流したイフだからなわら。四代目の教え子里の上人カカシの命の恩人でありシャリンガンを与えた功労者名門のうちは一族半身柱魔細胞人格者。こんなんほかげになる以外ないだろ。万華鏡ガチャ SSR 持ちも追加で普通に影クラスに有能な能力すぎる。うちははほかげになれますか。一族からすらも喪失感状態だったマダラじゃなければワンチャンあったんじゃない。特にイタチはもうちょいいろいろマシな流れだったら5代目6代目あたりに就任できる器はあったと思う。だがホムラと小春が許すかな。イタチが影就任する世界線だとヒルゼンが生存してるだろうしイタチ本人が相談役や断層のクソさいろいろ知ってるから無能老害どもは普通に強制隠居コースだから別に問題はない。断層以外は普通に許すと思うぞ。自分の障害になるから排除しようとしたけど個人としてはイタチや翡翠のことはめっちゃ評価してるぞ。断層断層は自分も一族も犠牲にして裏から里を守るイタチの姿勢に勝手なシンパシーを感じてただけだから表に出てほかげになるとかむしろ絶対に許さんと思う。汚れ仕事受け負い人からほかげになったら断層のコンプレックス爆発しちゃうし里のトップがいつ狂うかわからない爆弾抱えてるの嫌すぎるからしゃあない。しかも敵も味方も忍者のこの世界だと割と起こり得ることが発動条件だし鏡はワンチャンある位置まで行ってたと思う。インチキ細胞ないとチャクラが足りねえ。まあ正直オビトはマダラによって闇落ち確定だったから正直妄想程度じゃそんなに責められん。ウチハ病の究極体みたいなやつが全力でウチハ病発症させにかかってくるんだからたまったもんじゃない。
皆さんはオビトというホカゲになった自分を想像しちゃうおじさんについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。